皆様、オカルトラジオへようこそ。今日はどんな恐怖が聞けるのかしら。はい、THC オカルトラジオ、ともです。キスケです。本日はこの二人でお届けします。はい。知られざる YouTube ショートムービーの世界ということで。ほう。ラララ。ラララララララ俺たちの知らない世界があるってことですね。オカラジの知らない世界。大丈夫かな今、著作権のやつ。大丈夫です、大丈夫です。きっと大丈夫です。アカペラ大丈夫です。AI も気づかないですから、きっと。マツコの知らない世界みたいなね。言いましたけど。はい。はい。ショートムービーって、わかります？まあ、ホラーなんですけど、僕たちがやるのはやっぱり。うんうんまあ皆さんのところで分かりやすいところだと新耳袋じゃないですか、ね、あそうですね新耳袋はまあお決まりというか1話5分ぐらいですかね、うんうん、だから DVD とかでそういうのを見るっていう印象ですけどね、うん、ショートムービーそうですよね、うん、僕もまあそんな感じで、まあ、ちゃんと製品化されて出たやつ、うん、テレビでやったやつとかはよく見てたんですけど、はい、YouTube にもねそういうチャンネルがあるってことですか。そういうチャンネルがあるんですよ。あそうなんだ。ホラーを専門にやってる。そのなんていうんですか、映像を、うん、勝手に乗っけ取るだけとかじゃなくて、そう転載してる無断転載とかじゃなくて、うん、ちゃんと自分たちで作って、あそうなんだ。ね、結構レベル高いんですよ。あそうなんですね、うん。見たことないですね。なんかそんななんかちょっと上からっぽくなっちゃったけどさ、うん、まあまあでも数々見てきてますから。そんなこいいです。難しいねなんか人のものを紹介するっていうのはね、うん、そうでもまあともくんがその YouTube でショートムービーをちょこちょこ見てるっていう印象はあるかな、うん、めちゃくちゃ掘ってる俺、うん、もうなんかコンペとかのさ、うんうん、ホラームービーの、大会みたいなのとかの、うん受賞作品とかさほうほうそれの応募作品も YouTube で応募するからさそれだけ上がってるじゃんあそうなんだ、うん、そういうの見てそうそういうの見てこれいいなみたいないいなとかじゃあなんか、まあ、そういうのを専門にやってるチャンネルとかもあったりさあショートのホラーをホラーをあそうなんだ、うん、だったらもう DVD レンタルしなくても大丈夫じゃないですか大丈夫です。じゃあ皆さんは、うん、今日それを紹介していただけるってことですよね。そうそうそう。まあ一応大きい括りで4本なんですけど、はい、4本目はちょっと2つを見比べてもらおうかなっていうのがありまして、で僕らのチャンネルで流すわけにはいかないんで許可取ってないんで、はい、あの全部 YouTube から YouTube の世界なので、はい、YouTube にありますのでリンク貼っときますんで。その URL 踏んでもらえれば見れるよっていう。見れるよっていう。なるほど、うん、めちゃくちゃ便利な世界だ、ね、そうめちゃくちゃ便利なんですけど、うん、わけわからんっていうのがあって俺が今から紹介するのに、はい、それみんなに教えてほしい見てきてああ何だったのかっていうどういうことなのかっていうのをああなるほど、うん、まあ僕たち考察チャンネルじゃないですか、うん、それを見ていろいろ皆さんの考察力も上がってるわけですからそう、俺らもう上がってないから俺らが上がらない分、うん、リスナーさんがみんな自分の考察力を上げていかないと、うん、ダメだからね、うん、僕たちのお仮面の方々はねみんな育ってると思うんですよ、うん、考察脳がなるほどなるほど、はい、僕たちのおかげで教えて教えてくださいお願いしますお願いしますでもなんかあったよコメントにも昔ホラーを純粋に聞けなくなりましたみたいな怖い話を考察してしまう癖がついてしまいましたありましたねはい、ただね考察でこれは嘘だとかっていうよりかはそれすらも楽しむっていうところがね醍醐味なので、うんはい、皆さんもそういう感じで見ていただければなと、うん、あでもねやっぱりね怖い話してって考察してるじゃん、はい、ここをこうするともうちょっとこういう心霊現象後で起きる心霊現象が際立つのかなとか、うん、はいはいはいちょっと映像にも役立ってますあだってよく言いますもんねともくんが考察するときに、うん、映像化するとしたらこうだなみたいなあそうだねどういう風に見せたいとかもあると思うけどさ、うんうん、分かりやすく怖いのが俺は好きだからさ、うんうん、なんか含みを持たせるような
ジャパニーズホラーみたいなのって俺あんまりなんていうあんよくないとかそういうわけじゃなくて、うん、タイプではないというか、そうそう自分のねタイプではない、ちゃんとオチもつけてほしいし、うーんみたいな。なるほど。うん、今回の作品はともくんが好きな映像ってわけではないですか？うん、わけではないです。うん、こういうのがあるよっていう、うん、そう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 。なるほどなるほど。まあもちろんそのチャンネルの中にはそういう俺の好きなやつもいっぱいある。うん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 、うん、けど、今回はその皆さんが見てどうだったかっていうのを教えてほしい。あ、なるほど。うん、でも皆さんも興味持っていただけたらそこからね、はい、チャンネル登録していただいて見ることもできますので、他の作品も、はい、ぜひぜひ楽しみにということで、はい、お願いします。早速やっていきましょうか。いきましょう。じゃあ、はい、まず1個目、はい、ハンドシアターさんっていう YouTube チャンネルですね。ほう、黄色い丸に手の両手のマークのほうアイコンのチャンネルなんですけど、はい、ここね僕ねチャンネル登録者多分100番台ぐらいから見てます。あ、そうなんだ。うん、今どんぐらいなんですか？今ね1万ちょいぐらい。子さんじゃないですか？子さんです。子さんって言っていいかもしれない。めちゃめちゃ見てますね。結構動画本数も多いですか？でも多いです。多いですか？うん、うん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 。100本いってんじゃないかな。毎週出してるからね。すご。100本はいってなかったかもしれない。けどかなりの数はあると、うん、結構あります。へえ。その中でもまあ、はい、ちょっと僕が紹介するのは、まあ、人気のアップロード一番人気のやつ、はい、意味がわかると怖い話お姉ちゃんっていうやつですね。ほう、はい、妹がお姉ちゃんの部屋を訪ねるんですけど、はい、まあちょっとお姉ちゃんが髪ボサボサで出てきてみたいな、玄関もちょっとしか開けないしみたいな、うんうん、なんか訳ありっぽい感じで、うん、まあ意味がわかると怖い話なので映像を見ていくと、うん、映像見てくとっていうか映像見ると別にまあ普通の対応というか、うん、まあ、ちょっとおかしな人みたいな感じなんすけど、挙動不審というか、うんうん、それある一つのことに気づくと、あ、そういうことかってなる、まあ、意味コアならではの映像かなっていう。なるほど、うん、僕なんか結構意味コアって文章のイメージなんですよ。はい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 。で、なんていうんですか、ここを入れ替えるとこういう意味になるとか、うんうんうん、その言ってるセリフの頭文字が、うん、なんかのメッセージだとか、うん、っていうイメージなんですよ、うん、だから文章で楽しむものみたいな、はい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 、それをあえて映像でっていう。そうだね、うん、なんかあんま見たことないなって思いますね、意味コアを。ぜひ見てほしい、うんうん、もう今ねまあ、言っちゃいますけど、はい、ケイスケがね答えを今出しましたんで。おお。すいません。全然、まあ、その会話をちょっとね注目して、なるほどなるほど、もらうとまあ意味に気づけるかなという感じですかね。ちょっとそれは見てみたいですね。どういう感じで映像化するのかっていうね、うん、確かに文章のイメージだからね、うん、映像化するの難しかったんだろうなっていう感じはしますけど、うん、はい、なんか何回もそれで何ってなって文章を読んで、うん、見方変えたりとかっていう感じがするんですね。うん、だからこれ映像になると放送禁止みたいな感じになるんですかね。ああ、そうだね、あれもう意味コアの代名詞ぐらいの長編意味コアで、ね、うんうん、みたいな雰囲気で楽しめて、そう、オチが分かってからもう一回見るとまた、ああ、なるほどっていう。そうだね、結構ストレートですね、この意味が分かると怖い映画って書いてあるんですけど、うん、お姉ちゃんっていうやつは、うん、結構ストレートに意味怖。ああ、なるほど、うん、まあ、ショートムービーですからね、そう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 、結構ストレートなものが多いんじゃないかなとは思いますけど、大体、うん、ね、どの動画もまあ 2,3 分ぐらいって言ったらいいのかな、うん、そんぐらいなので、なるほど、サクッと楽しめるかなっていう、はいはい、ところがあるので、ぜひぜひハンドシアターさんの映像を見に行ってください。はい、ぜひぜひ見てください。はい、続きまして、はい、デジホラチャンネル、はいはい、デジホラ登録者はちょっとね公開されてませんけど、はい、デジホラさんはね、TikTok で俺見たのかな最初、うんうん、TikTok で縦型に特化したホラーやりますみたいな。ほう。感じのを見て、あ、なんだこれ面白そうと思って見てて、はい、それ YouTube もやってますっていうことでね、 YouTube あるんだと思って、でたどり着いたと。はい、たどり着いた。なんか俺も TikTok で見たことあるのかな、なんかそういう、うん、ショートホラームービーみたいなの何個か見たことあるんですけど、うん、もしかしたらデジホラさんの可能性もありますね。そうだね、うん、あなたをゾクゾクさせるちょっと不思議でちょっぴりホラーなミニドラマということで、ほう、はい、
一番最初のさ自己紹介の動画みたいな、うん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 、そういうの上がってますんで、はい、でまあちょっと20本30本ぐらいかな、うんうん、今上がってますけど、その中でも、ま、人助けっていうやつが一番人気なんですよ、はい、だけどその人気のアップロード順に言うと3番目っすね、内見っていうやつがあったんですけど、はい、これを実はさっきケイスケとね、はい、見ましたけど、見ました、わからんぞってえでもなんか途中まではおっていう、ね、うん、気づいて、あ、うん、なんかあれだなってなったところを、うん、なんか案内する人が急に閉めてとか、ね、ちょっと俺なんか不穏な案内人になんか不穏なことがあんのかなっていう、うんうん、まあ不動産屋の方ですね、不動産屋さんの方になんかあるのかなと思いきや、うん、最後どういうことっていう、そうなんですよ、うん、なんかまあまあパッと見た印象だと、うん、その先の部屋に幽霊みたいなのがいて、うん、それに女の子が取り憑かれるみたいなことなのかなとも思ったんですけど、うんうん、これぜひ見てほしい、うん、内見、内見ってやつです、うん、そうするとその前のタンスが意味わかんないですよね、そう、うん、あの押し入れね、そうそうそう、あの閉めるところとつながりがっていう、うん、もうちょっとヒントっていうか、くれよっていう、欲しいなっていう、デジホラさんもちょっと意味コアチックなんですか、うん、そう、意味コアチックなんですよ、結構この、うん、人助けっていうのが一番人気なんですけど、はい、それもまあ、ケスケと見たんですけど、はい、うん、まあ、わかるけど、うん、謎じゃないけど、うん、まあ、残る、まあ、最後のセリフとかも、そう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 、もうすぐ着くからみたいな、うん、到着じゃみたいな、おじいちゃんがね、うん、言いますね、うん、おじいちゃん、歩いてるおじいちゃんが重い荷物持ってたから、それをちょっと助けてあげるっていう設定なんですけど、うん、そうそうそう、うん、でおってなるところもね、何個かあるんですけど、あるんですよ、うん、だからまあこのショートだから最終的な回収はしてない状態で終わるんですよね、うんうん、だからそれをまあ考察したりするのも楽しみなのかなとは思うんですけど、うん、そうだね、どっちも2分半ぐらいの映像なんで、うん、ぜひ皆さんの答えをね、欲しい、うんうん、この特に内見は、ね、うん、どういうことってなったもん、なりましたね、部屋決まって終わりな感じだからね、うんうんうん、そのまま見るといや本当、ただこれ僕、まあ、見たじゃないですか、うん、昔からそういうホラーとか好きで、うん、新耳袋とかも見てるし、うん、他の作品とかもちょいちょい見てますけど、うんうんうん、やっぱり、ね、僕再現あんま好きじゃないんですよ、あー、なるほどね、うん、再現ムービーみたいな、そうそう、うん、呪いのビデオみたいな感じでああいうプロットがあると、うん、例えば役者さんが演技下手くそでも、うん、それもなんか良さになるというか、まあまあまあ、そうだね、素人が撮ったっていう、うん、そうそうそう、うん、感が出るからいいって なれるんだけど、うん、あのショートで提示された時に大根芝居な人たちだったりすると、まあまあね、うん、ちょっとうわってなったりするんですけど、うん、それってレンタルをしてお金払って、うんうん、た上で怖いのを見ようと思ってるのに何これで萎えちゃって嫌だみたいな、あ、せっかく借りてきたのにっていうのもあるね、はいはいはい、はい、無駄足だったわっていうのがあったんですけど、うん、この YouTube で見ると、うん、その呪いのビデオじゃないですけど、うん、そういうところもなんか、うん、そう、意外とね、そうそう、見れることがあるし、そういう人たちがやってるっていうコミも入ってるからさ、うん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 、ね、あ、面白いなって普通に思いましたね、うん、そうそうそう、でいいなって思うポイントがショートっていうことなんだよね、うんうんうん、サクサク見れるし、例えばこれが倍の5分とか、まあ、5分でもショートだけど、うん、はい、10分15分とかになってくるとちょっと見とれんなっていう、なっちゃうのかなっていう、うん、ただ当時のその DVD 借りてきた時は、うん、自分もそれでげんなりしてるからかもしれないですけど、うん、そん時よりなんか見やすいというか、うんうんうん、気がする、この、まあ、映像も綺麗だし、うん、そうだね、うん、で多分撮ってる人らもそういう映像を見てきた人だろうから、そうそうそう、すごい考えてね、うん、だからなんかまあある種一つのジャンル、ホラーでも、うん、ショートムービーっていう一つのジャンルなのかなって思って、うん、まあ、今日はちょっとケースケにね紹介しようかなと思ったんですけど、うん、ただこの内見だけマジ意味わからんかったんで、意味わからんすね、ちょっと見てきて教えてほしい本当になんか一番しっくりくるやつ固定にするわ、うん、そうですね、うん、内見のあれはマジで意味わからなかった、ね、でなんかねちょっと心霊だと思わせて不動産屋さんが何かすると思ったんですよ、うん、俺も帰ってきた時に、うんうん、と思ったら帰ってきた女の子がなんか変な顔してて、うん、どうしたってどうしたっていう感じだよね、うん、ありがとうございますとか言って、うん、不動産屋さんもね一切動かないんですよね、動かない、うん、でもなんか来そうだ来そうだ感はずっとあるんで、ずっとある、うん、あれだから2分3分だから、うん、おもろいって思えるというか、うん、そう、うん、
え、何何っていう、あれがね、ずっと続くとちょっと辛いよね、うん、そうそう、感覚ちょっと変わってきちゃいます ね、なんだになっちゃうし、うん、なんかギリギリなんですけど、まあそれでもなんだってなる人はなるかもしれない、なる人はなりますね、うん、2分40秒あなたの2分40秒もらってこれ見てもらって、はい、うん、コメント書いてくれれば、はい、こういうことじゃないんですかっていうそれを踏まえてもう一回見に行きますから、そうだね、うんうんうん、で、あのよかったらこちら の、 あのデジホラさんにもコメント残して、おからじから来ましたそれがなどうだっていう話ちょっと前にした、コウタさんとねやめてくれっていう話、ね、セカンドサブチャンネルでね、うん、しましたね、うん、はい、ということで、まあ、2本目はデジホラさんから、はい、なんかね TikTok の方もまあ縦型に特化したっていう感じのやってたはずなんで、はい、ぜひぜひ皆さん気になる方はチェックしてみてください、チェックしてみてください、はい、はい、続きまして、はい、3本目、岡花光鬼さんのチャンネル、岡花光鬼さん、つぶこわとか、はい、闇小話とかやってる、つぶこわ創設者かな、あ、そうなんだ、あのツイッターで怖い話するっていう、それを一応、映像化したっていう、ああなるほどね、はい、なんでまあもう話がショートだからさ、結構ショートなんだけど、うん、それでも4分あるんですけどね、はい、めちゃめちゃ見応えあります、奇妙なバイトっていう、ああこれ僕ももう見ましたからそうですね、うん、これは良かったですね、これ良かったよね、すごい、うん、俺もっと伸びてほしいと思ってさ、うんうん、これを見てもっと伸びてほしいっていう思いを俺な2回3回ぐらいツイートしてんだよ、あそうなんだ、うん、まだ多分知らない人いっぱいいるから、そういう世界を知ってほしいなと思って今回これやってるって、あなるほど、うん、大本命です、特にそうですね、今日の本命はこちらっていうことですね、はい、はい、うんうん、川野光鬼さんのねチャンネル、リンク貼ってありますんで、はい、見ていただければ奇妙なバイト、ぜひぜひ気に入ったらね登録していただいて、奇妙なバイト、うん、まあ小粒コアなんで明確なオチっていうか、うん、そぎ落とされてるじゃん、140文字しか書けないから、うんうん、だからそれを映像化するにあたってもちろんなんかんっていう部分とかあるのかもしれないですけど、うん、映像として単純にいいっていうね、うん、ちなみに僕これ見て一回ビクってなりましたからね、なったね、はい、おーってなったなったなった、これぐらいの分かりやすいやつは好きですね、うん、分かりやすいやついいよね、うん、めちゃくちゃいい、なんかねそれがショートにおいてはめっちゃ大切なのかなっていう、もちろんその謎を含まして、うんうん、そのまま終わるっていうのもすごいいいんですけど、さっきの内見みたいな、はい、いいのいいんですけど、やっぱり一発で分からせるっていう強さを持ってないと、うん、結構ショートの世界は厳しいんじゃないかなっていう、うん、でしかも今回のこの映像はねちょっと新耳袋を思い出さすような、ねね、うん、なんかかなり分かんないよ俺、その喋ったことないからさ、うんうん、そのコメンタリーとかも聞いたことないし、どういう風に作ったとか、うんうん、出してるのかもしれないから分かんないけど、ちょっとあの新耳袋のあの話、うんうん、和則さんのやつリスペクトみたいな感じはしたんですよ、うんうん、し、その出方とかも、うん、他のね映像に、うん、もうちょっと似てるところあるので、うんうんうん、それを、まあ、インスパイアというか、ね、みたいな感じで取り入れたりしてるのかなっていう、うんうん、まあクリエイターだからさ俺は、うん、誰かに似てる何かに似てるってさ、うん、結構言われるの嫌だったりするんだけどさ、はい、それを褒め言葉だと思って言ってる人もいるじゃん、うん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 、それで結構褒め言葉じゃなくてっていう、うんうん、ところなんだけどさ、まあ、でも曲とかもそうですよね、僕も自分で作った曲とかを誰々と似て、あの曲と一緒だねとか、何々に似てますよねみたいな、うん、なんかさその何々に似てるよねっていう簡単なことじゃなくて、なんかちょっとリスペクトというか、うんうん、なんか そういう新耳袋とかそういうショートムービーの分かりやすい怖さの演出とかを、うんうん、なんか分かってる感じというか、そういうのを感じました。なんですか、これ審査員のコメントでなんか大会やってるんですかこれ、はい、では皆さん得点をお願いしますお願いしますみたいな感じになっちゃうんですけど、難しいな紹介っていやでもこれめちゃめちゃ良かったな、これ良かった俺ね、うん、これ出た当時谷口さんと一緒に見てさ、はい、いいなって言ってた。あそうなんだ、うん、なんかねこれは奇妙なバイト、うん、変だねチラシを見てそのバイトなんか、そのなんか家にねチラシが貼ってあるんだよね、うん、求人っつってちょっと田舎っぽい感じの、はい、
でね、内容もね、16時から18時の2時間、うん、時給1500円みたいな。で、3回訪問者が来るので、対応してくださいっていうバイトなんですけど。はい。もうこれはもうぜひね、その先は見てほしい、ね。見てほしい、うん。うん。もうかなり推してます、俺は。うん。いや、でも本当に、今回見た中でこれ一番良かったと思う。うん。岡花さん。岡花三つ鬼さん。三つ鬼さん。めちゃくちゃ良かったっす。3本出してるんですけど、そのショートムービー。はい。はい、岡花さんチャンネルでは。全部いいっすね。あ、そうなんだ。うん。わかりやすい。で最近電話ボックスみたいな、最近っていうか一番新しいのは電話ボックスみたいなやつがあるんだけど、はい、もう鳥肌リスペクトみたいなのも感じられる。あ、そうなんだ。もうね、出方が最高、最後の、それも見てほしい。ショートムービーが3本だけってことですか。そう。他のやつは、他のやつはなんか朗読だったりとか。あ、なるほどなるほど、うん、曲だったりとか、うん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 、そういうのがあるんですけど、でももうほんとね、すごいめっちゃいいと思った。ちょっと他の2本も見てみたいですね。うん、ぜひ見てほしい。紹介していただきありがとうございます。では続きまして、次の2本は比較なので一緒に紹介しちゃいます。はい、わかりました。これね、ちょっとチャンネル名は微妙ですね。 YM っていうのと、アノニマスムービーっていう、アノニマスムービーっていうチャンネル、はい、なんと VR ホラーです。わー、 VR VR でどっか行くとか、うん、ショートムービーみたいなのって、うん、なんか なんていうのかな、その POV 的な、心霊スポット行きますよみたいなのは、うん、結構あったりするんですけど、うん、ショートムービーってなかなか、おお、確かにないかなと思ったんですよ。そう、僕ね、 VR で出した頃に、うん、好きなバンドだったりとかが、うんうん、アーティストの人が、うん、その VR の PV みたいなの出しとって、うん、俺その時スマホでそうやって角度変えると見えるみたいなのを動かすのがもう億劫で、めんどくさいよね。そうそう、で見るのやめちゃったんですよね、 VR 系。スワイプで動かせるじゃないですか、うんうんうん、一応本体を、スマホ本体を動かしてもさ見れるし、うん、スワイプでもさ画面が回ってくれるっていう、て、うん、まあそんな感じなんですけど、めんどくさいじゃないですか、うんうん、なので今回はワンシチュエーションホラーというか、部屋一室で起こった、ほう、定点みたいな感じですかね。はいはいはい。なんでまあ勝手に動かしてくれっていう感じなんですけど、うん、どっちもね、金縛りっていうタイトルなんですよ。はあ、あ、もうこれはおもろいですよ、うん、設定がもう面白い。要はまあ寝ててっていう設定なんですけど、金縛りって大体目だけ動かせるみたいなので、うん、怖い話の中でもあるから、うん、それを体験できるってことですもんね。そう、うん、このショートムービーの中で。あ、そうだね、うん、定点でね、目だけ動かせてっていう感じだから、うん、そうそう、うん、だからそれおもろいなと思って、それで金縛りっていう、うん、体験できる。でどちらもね、同じ部屋に霊が入ってきてみたいな感じなんですけど、うんうんうん、貞子みたいなのが入ってくるんですけど、はい、まあ、VR ゴーグルで見るもよし、うん、YouTube アプリだとね、動かせますんで、うん、自分でスワイプしながらそれでぐるぐる探してみるもよしなんですけど、はい、アノニマスムービーさんの方は、はい、特に動かさなくても最初の視点で楽しめるかなっていう。あー、なるほど、うん。でもう一つの YM さんの方は、はい、動かすと面白い、その最初の視点だけだと見えないところにも出てたりとか、うん、するから、俺はそっちの方が、せっかく VR 使うんだったらそっちの方が面白いんじゃないかなっていう、うんうん、探す楽しさみたいなのが、はい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 、これ VR ゴーグルで見た方がおもろそうですね。あ、面白いですね。うん、ぐるぐる回りながら行くのもいいのかなと思うですね。まあ、うんとね、YM さんの方は1分40秒で、はい、アノニマスムービーさんの方は2分20秒なんですよ。これ僕ら見たじゃないですか、うん、後に見た方はどっちですか。YM さんの方。 YM さんの方。なるほどなるほど。扉開いてみたいな、うんうんうん、まあどっちも扉開くんですけど、はいはい、和室っぽい方って言ったらいいかな。うん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 、やっぱその設定は面白かったっすけど、うん、なんかまだこう映像的に決めきれてないのかな感はちょっとありましたね。 ね、手探り感が出るっていうか、うんうんうん、俺ね、ちょっとやりたいなと思って、まあ、ある方と来年から始めるんですけど、はいはいはい、うん、VR 系の、 VR 系のやつ、すげえ1年準備したからね。すげえ準備してるわ。まあやり始めるんですけど、うん、やろうと思ったきっかけはこのムービーなのよ俺。あ、そうなんだ、うん、へえ。あ、こんなにワンシチュエーションで簡単に撮れるんだと思って、その360度があれば、うんうんうん、だってさ、自分の前方を映すのとさ、
自分の後方を映すのに2個カメラいるわけじゃん、うんうん、で2画面で出すとかさ、そういう方法とかもあるだけどさ、うん、VR だったらもうほんと置いとくだけでいいからさ、持ってたり、あこれいいなと思って、そっちが楽しみになってきましたよ。何がいいなって思ったかっていうと、うん、何回も見るじゃん、視点変えて、うん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 、再生数がちょっとガチな話になっちゃったな。ガチな話まあもちろん質が良くないと再生数も稼げないからさ、うんうん、質のいいものにこの先人たちがさ数々の、うん、もう残してきてくるから、うん、それを見てもっといいのを作ろうみたいな、うん、感じの、すげえハードル上げてるわ自分で、うん、上がってますよ。めっちゃ上がってます。ただこの映像自体も結構楽しかったですけどね。いや楽しい楽しい、うん、新しくて、うん、だから俺なりの金縛りやろうかなと、うん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 、それマジで見たいわ。でやっぱねこの分かりやすいっすよね、この出てき方というか。分かりやすい、うん、分かりやすい。だけど撮り方も分かってんのよ、あの編集の仕方も、うんうん、めっちゃ簡単なのも分かってるし、なんだけど俺がさ気になるポイントとして、うん、どっちのムービーもそうなんだけど、光が入ってきてるじゃん、うんうん、長い方はさ、洋室の方はさ、うん、扉のところに丸い光が入ってたじゃん、うん、はいはい、あそこ、窓ガラス、窓ガラスみたいな、うんうん、あれをさ開けるときにさ、光がずうーんなんていうの、急に極端に変わるからさ影みたいな、うんうんうん、その辺の違和感が俺はすごい苦手というか、例えば今ケイスケがここにいるっていうのを撮って、でケイスケがいないのをまずどいてもらってね、はい、いないのを撮ってからケイスケがいるパターンを撮って、一瞬でさ編集点作ってパンって出すんだけどさ、うんうんうん、そうするとケイスケがいきなり現れたようになるじゃん、はい、でもそうすると後ろのさ壁の影とかって変わるわけよ、うん、光の当たり具合とか、うんうんうん、それがめちゃくちゃなんていうのかな、違和感が出るじゃんね。だから気づくっていうのもあるんだよ、あのどこに出てるか分かんないからさ VR って、うんうんうん、だけど部屋の影の感じがパッて変わってる、あ今どっかに出てるわみたいな感じで気づくのもあるし、うん、それがうまく消せれたらなんかいいなとも思うんだけどさ、でなんか今回は何箇所、うんあれがありますみたいなのがあって、うん、全部探したい人は何回も見て、うんうんうん、っていうのもできますからね。そうだね、うん、あいいですね。ちょっと VR はね僕初めてだったんで、ね、うん、なかなかこれ本当はね10分ぐらいのショートムービーとかも出てたりするのよ。あそうなんですね、うん、長いところだとね、うんうん、VR でホラードラマっていうのもあるし、へなんかすごいなと思って。ただやっぱり VR って、ま、4K とかあるじゃないですか、はい、画角っていうか綺麗さというか、はい、ちょっと綺麗さとは違うのかな、まあそういうやつあるじゃないですか、はい、4K イコール綺麗みたいな感じで思うじゃないですか、うんうん、でもあの、まあ、例えばケイスケが使ってる α7 とか、はい、であの人画面っていうかさ、うん、前だけじゃん、そこの α7 に映る画角が 4K になるっていうことじゃん、うんはい、だけど VR ってさ全天球っつってさ、はい、360度で 4K だからさ、うん分散されるのよね、うん、粗くなっちゃうっすよね。そうそうそう、うん、まあとレンズが2つ前後についてて、それを90度ぐらいかな、うん、180以上を2つを重ねて違和感なくして360度にしてんだけど、うんうん、だから 2K ぐらいになっちゃうからさ、あーなるほど、うん、すごい分散されて粗くなっちゃうから、まだまだもっと多分業務用の何十万もするような VR のやつカメラじゃないと綺麗には撮れんのかな、うん、そうか、リアリティはちょっと減っちゃうというか、ゴーグルとかで見ても、うん、そう、それを画質が荒いのを良しとするかどうかで、うん、VR の見方もまた変わってくる、まあ、映像でホラー見る分には画質荒いのはまたこの味だったりするからいいなとは思うんですけど、うん、例えばゴーグルをつけて、うん、自分が言ってる感覚で見るってなると辛いのはちょっと嫌だなってなりますね。うん、やっぱり人間の目ってすごいからさ、うんうん、すごい細部まで色補正もできるしさ、まだまだそこにはカメラが追いついてないから、うん、でなおかつそれを VR で画質が荒くってなるとちょっと難しいのかなとも思いつつ、確かに ねなんか酔っちゃったりしそうですよ ね、うん、だからまあ挑戦としてやってみたいなっていうのもあるし、すごい面白い作品もいっぱい出てるんで、うん、いや今回紹介してもらったのも面白かったっすもん、うん、うん、この内見だけ欲しい答えが
全部見てほしいけど、うん、特に見てほしいないけど。岡花さんのやつじゃないんだ。岡花さんのやつはもう一番見てほしいよ。もう殿堂入りですよ、殿堂入り。言わずもがなですね、うんうん。それ以外でって言ったら、内見。教えてくれっていう方。マジで意味わかんなかった、ね。マジで意味わかんなかった。うん。なんでいいやつ紹介しろよってなるかもしれないですけど教えてほしいからじゃあだからそういうところも楽しさの一つではあるんですからね。うん、うん、そうなんすよ、うん、分かりやすいのもいいですけど、いやマジで分からんってなってるのも、うん、でまあ結果それで分かるとおおってなるやつも楽しいし、うんうんうん、答え聞いてもなんでそれってなるのもまあおもろさの一つではあるのかなと、ね、もう考えるきっかけになればって、うん、コウタさんが言ってたからね、うんうん、めっちゃ気に入ってますね。俺もそれ俺もそれってなんすか便乗にも程があるでしょ雑に便乗したんだまあ、あ、それ岡本さんのやつはさ、はい、何がすごいって iPhone で撮ってんだよね。あーそうなんだ、うん、すごい iPhone だとは思わんな、ね、でしかも2019年だからさ、今みたいにさシネマティックモードとかあるわけじゃないしさ、うんうん、まあ、一番最新でも2011だから iPhone11 かな、うん、かなぐらいだからさ、うん、撮れるんだっていうね。いすごい、あの、まあまあフィルターとかはかけてるでしょうけど、 もちろんアプリもその標準のカメラじゃなくて、カメラアプリじゃなくて、うん、そういうアプリを探してきて撮ってると思うけど、ぜひね、可能性を感じてほしいっていうか、うん、それであのクオリティはすごいなって、そう、自分でも作れるんだっていう可能性を感じてほしいなっていう、うん、でも今なんて、うん、例えば TikTok とかが流行ってて、うんうんうん、高校生とか中学生でも短い動画の編集したりするわけじゃないですか、ね、うん、そういう人らがこういうのをきっかけ持って知ってくれたら、うん、大人になる頃にはもうすごい技術で、そうだよそうだよ、もうまた今とは全然違うホラーの映像を作る可能性ありますから、ね、めちゃくちゃ楽しみだなと思って、それ、うん、見たいからさ、見たいですね、うん、作ろうとは言わんだよね見てみたいですよね、見てみたい、うん、みんなが作ったやついやめちゃくちゃ楽しかったっすよ。 あとなんか皆さんが見つけたおすすめのショートムービーみたいなのもコメント欄に、うん、そうですね、ちょっと募集したいですね、これいいですよって YouTube にあるやつで、無断転載じゃないっていう、うんうんうん、その誰かが上げてる動画、僕もね1個ありまして、あ、ね、うん、そのショートムービーっていうか、なんか、ヤマキューさんっていう、ローマ字で山 でアルファベットの Q で山 Q さんっていう人がいて、自己物件に住んでる人なんですよ、うん、でね、この人 TikTok なのか Twitter なのか分かんないですけど、結構バズってて、うんうんうん、ちょいちょい多分見たことある人もいると思うんですけど、うん、例えばシャワーが勝手に出るとか、うん、でそれをなんかやらせだろうみたいなこと言われたら、うん、いややらせじゃないですよみたいなので、時計置いて本当に、うん、自分は何もしないのに流れたとかっていうのを上げてたり、うん、その日その場所で起こったのをいきなりタッて取り出して、うん、今日はこれがあったって出したりしてるんですけど、うん、その中でも、11月13日だったかな、うん、2021年の、シャープ18、事故物件に住んでみたみたいなのシャープ18の2021年、はい、11月13日の映像があるんですけど、はい、それがね結構、まあ、前々からその事故物件でうなり声みたいなのが聞こえて、うんうんうん、それと戦ってるんですよずっと。あ、うん、でその日はまたうなり声が聞こえたからカメラ回し始めて、うん、窓を開けると外で女の人が多分うなってるんですよね。あ、でまただみたいなので、今までそれで戦ってきてるから、うん、いつもその音のする方にお湯をかけるとその音が消えるっつって、うん、もうお湯沸かしてるんですよずっと常に、うんうんうん、でそのお湯持って外出てって、うん、歩いてくとどんどん音が近づいてくるんですよ、ね、うんうんうん、見たけど、そうそう、その人にまたバシャってかけると、うん、うわーっつって消えるみたいなやつがあるんですけど、それって音の距離感とかもずっと変わってるから、うん、カメラ外に人がおったとしてもそれってできるのかなみたいな、それとかスピーカーとかっていうよりは、うん、後付けで音だけだったら、あーなるほど、別にそういう映像を撮って後から音をはめるっていうことはできるんだけど、うん、でもなんか 今までのそういう映像の分かりやすさとはまた別の分かりやすさなんですよね、うんうんうん、それがまたおもろくてね、僕たまに見たりするんですけど、うん、であとコメント欄で指摘されたことを覆すためになんかプラスアルファでやってったりするみたいなところもちょっと、うんうんうん、いいよね、おもろいなっていう、うん、だからなんかもう言い出したらキリがないんだけど、うんうん、絶対どんだけこれが完璧だって思って撮っても、資格なしって思って撮っても、結局あ、ここがこうだからこうですよねっていうコメントが来るし、うんうんうん、
だからまあずっと永遠に戦っていくことにはなると思うんですけど、うんうんうん、まあそれの Vlog というか、うん、そう、そのねコメント欄もマジで心ないやつらのコメントもあるし、もうもちろんね、だそれと常に戦い続けてるところもおもろいですよ ね、うん、この人の動画は、うん、だからぜひぜひそれもね、うん、詳細欄貼っときますので、あ、ありがとうございます、見てください。え、その人俺がね、うん、実はぐらいのバリのありがとうございますってで、まあ、皆さんのおすすめもぜひ聞きたいなということで、うんうん、あのね、それで思い出した、山Qさんで思い出したけど、はい、あのゾゾゾの皆口さんとさ、うん、シネマスターテープの寺内さんがやってるチャンネル知ってる、フェイクドキュメンタリー Q っていう、俺それともくんから聞いた気がするな、めちゃくちゃ面白い、見てほしい、フェイクドキュメンタリー Q、 うん、ぜひ見てほしい。もうちょっと見てみたいです、ね。まあそれこそ心霊マスターテープみたいな、うんうんうん、フェイクドキュメンタリー、もうフェイクドキュメンタリーって言ってるからね。うんうんうん、なんだけど見てほしい。楽しみ。ちょっと見たいですね。面白い。結構動画は上がってるんですか。ね、寺内さんと宮内さんなんて絶対といいっすよ ね。そんな。あ、6本上がってるわ。6本。うん、6本は見れる今は。うんうん。なので皆さんもぜひチェックしてくださいと。うん、はい、ぜひぜひ。結構紹介しましたね。ね、うん、いい感じで紹介できたかな。いや、できたと思います。知られざるショートムービー、はい、ホラームービーの世界ということで。まあ何様かは否めないですけどね。そうだよね。審査員コメント出したね。俺何にもやってねえ仕事が。難しい、何かを人に勧めるのって難しい難しい。いや、でもいいの教えてもらいましたよ。ぜひぜひ皆さん見てください、うん、でも皆さんがこれいいなって思ったやつも教えてください、はい、はい、コメント欄で。あと内見ね内見の答えくれあれは分からん、ね、うん、難しい、うん、ただ部屋が決まっただけじゃっていうか、うん、本当そう、うん、本当そうそれコメント欄にあったなあったっすね、なんかノコっぽいやつ、なんかどんなオチなのかと思ったら内見、部屋が決まっただけだった草みたいなあったっすよね、うん、ちょっとそういうところも面白さがある、面白そう、うん、うん、はい、はい、ということで、じゃあ皆さんの、はい、おすすめとね、あと内見のコメントをね、はい、お待ちしておりますんで、はい、ぜひ今日紹介した動画もぜひ見に行ってください。はい、じゃあ終わりです。はい、この話もし自分だったら、ありがとうございました。でしたわ。次回も楽しみですわね。